長江江子子さん平水会の長江貴子です先日の参考人質疑で、参考人の方々から、人への投資、リカレント教育の重要性というのが指摘されました。やはりあの開発とかイノベーションにおいては、人が財産といいましょうか、資源で、それに磨きをかける投資が重要ですし、これ、労働移動の問題でも大切です。今欧米の国々では コロナで失業した働き手を人手を必要とする分野あるいは成長分野に移動させるように職業訓練に力を入れています例えばスウェーデンでは危機を通じて強くなろうを合言葉にデジタル分野へ移動を促すよう産業界と労働組合と政府が連携して再教育メニューを開発して投資を進めていますまあ日本政府も先日成長分野に人材を振り向けるために再教育に力を入れようと 訓練制度の拡充を発表しました、まあ、この人への投資を進めていくことは、大変あのいいことだと評価しつつ、ですね一層の拡充を願って、今日は質問させていただきます。まず今回、3つの柱、公共職業訓練、教育訓練給付制度、そして求職者支援訓練、これを拡充して、30万人規模の支援を計画しているということなんですが、まず現状を確認させてください。 日本の働き手の再教育、職業訓練などへの公的支出ですね、それも、まあ、失業対策のような消極的なものではなくて、積極的なその再教育、これにかけるお金ですよね、国際比較すると、どのぐらいの位置にいるんでしょうかう厚生労働省富田大臣官房審議官。 お答え申し上げます委員ご指摘の,あの国際比較ということころでございますけれども、あのえまあ、よく使いますのが、GDP 比に占めるです、ね、労働市場施策への公的支出の割合というのがありまして、これ言いますと、あの我が国においては職業訓練に対する支出が、対 GDP 比で0.01というふうなことでございまして、あのまあ、例えばドイツとかですと0.20。 フランスだと0.37ということですから、そういうところに比べますと、少し少ないという状況ではないかと思っております長江さん、はいえー。少し低いというか、だいぶ低いんではないかと思っています。GDP 比0.01%ですね、OECD 加盟国の平均値の1割に満たないという状況で、大変残念です。 まあ考えてみたら、日本は終身雇用制の中で、やっぱり企業任せで OJT ですね、職業訓練やってきましたけど、企業の社員教育っていうのは、やっぱり個人の能力開発よりも、その組織の中でどう動くかとか、業務のノウハウについてが主軸になってくるので、その結果、いざ IT だって言われたらあ、あ人育ててなかった、イノベーションだって言われても。 いやアイディア、どうやって誰,誰も考えないのなんていう状態になってるんですよね、ですから、今言われている生産性を高めるため、言い換えれば働き手一人一人の能力をより発揮してもらうためには、働く個人に目を向けた訓練とか、能力開発、これを国がやっぱりサポートしていかなければならないんではないかと思います世界のの国々はもそ,もその方向で走り始めています。 で一つ一つ、今日はちょっと押さえていきたいんですが、今回の施策で公共職業訓練、これ、対象者の拡充というのを打ち出しておりますが、ぜひ e、E ラーニングに力を入れていただけないかと思ってます、これは私の地元の愛媛県からの要望としてもお預かりをしているんですが、現在、 e ラーニングを受けられるのは、障害を負った方とか、あるいは育児や介護で外出しにくい方など、特別の事情のある人に限られています。しかも、まあえーまあ、講座といいましょうか、コースの2割は通称、実際出向かないといけないんですね。そして定員は15人です。まあ、ほぼ受けられない状況なんですね。それで愛媛県では、独自に完全オンラインの訓練で、300人規模で e ラーニング授業を実施しております。 でその費用はコロナの対策費から捻出してるんですけれども、希望者が多いので、ぜひ拡充してやっていきたいので、国の支援をお願いしたいという要望を預かっているんですけれども、そもそもこの公共職業訓練の E ラーニング、これからまあ充実してやっていこうという計画はありますか厚生労働省、富田大臣官官房審議官、はい、お答え申し上げます。 厚生労働省では、平成30年度より、育児等により外出が制限されている方など、常時通学が困難な方に対しまして、情報通信機器を活用した在宅のリーラーニングコースの職業訓練を,希望,すをですね希望する都道府県に委託して実施しているところでございます。 まあ委員ご指摘の愛媛県でございますけれども、令和2年度におきましても、愛媛県から希望があったところですけれども、愛媛県の方でちょっと受講者が集まらないということで中止になったと、ただ、令和3年度もですね希望があって、9月に開校予定と聞いております。 でこの e ラーニングコースについてでございますが、委、ま、員、あ、からちょ,っとあのちょっと縛りがちょっと厳しいみたいなご指摘もありましたが、あの重要なのはあの、やはり訓練効果をです、ね、上げるということがあの、やはり必要だと考えておりまして、あのスクーリングをです、ね、ある程度実施する。あるいは あの確認テストをを実施すすの要件を課しておりますただ、これにつきましては、令和3年度より時限的な措置ではございますけれども、対象者を拡大することにしておりまして、昨今あ、のあのちょっとあの問題になっております、シフト制の労者がですねやはり受け,受けにくいかったというふうなですねあの現状もございますので、そういった方があの特定された、科目のみで構成される職業訓練が、受講が難しいという方を対象に加える。 それからスクーリングですね困難な方につきましては、ズーム等によるです、ね、あの方法によっても受けることができるといった要件の見直しを図ったところでございます。まあ、愛媛県におきましては、あの委員ご,あのご紹介のとおりです、ね、独自の、えー、取り組みとしてです、ね、新型コロナウイルス感染症対,対応の地方創生臨時交付金を財源にです、ねあの、訓練を実施するものと承知しておりますけれども、 今申し上げた E ね、あの、e、ーニングコースにつきまして特例措置につきましては、愛媛県を含めまして、全国の理事会において利用可能でありますので、こちらも活用いただきたいと考えております。長江さん、はいあの 改善一歩ずつなんでしょうけれども、えー、世の中一歩ずつは動いていない状況ですよね、ですから、やっぱりそこに合わせて支援策の拡充とか、対応を図っていっていただきたいし、あの私、委員会でも何度も申し上げているんですけど、各自治体はやっぱコロナの対策で財源が不足しています、ですから国からの支援をぜひお願いをいたします。そして働きながらの学び直しを支援する教育訓練給付制度、これが日本のリカレント教育の中核ですが、 個人が訓練に支払った経費の2割、まあ、給付されるということなんですが、インセンティブとしては小さいなと思うんですね。フランスでは2015年に職業訓練個人講座という仕組みを作りまして、すべての働き手がオンライン上に講座を開設します、そしてここに教育に使うことに限定した貯金、年500ユーロ、日本円にしましておよそ6万円が定期的に配布される、そして自発的な学びを促しているということなんですね。 で他の国見ると、ドイツも奨励金があって、さまざまな訓練コースの費用の半分は給付されるということなので、ぜひこの2割を引き上げるなどです、ね、こちらも拡充をしていただけないか、日本ももっとリカレント教育に政府が力を入れていただけないかと思うんですが、いかがでしょうか厚生労働省、新村大臣官房審議官。教育訓練給付は 雇用の安定及び就職の促進を図るため、労働者の主体的な能力開発を支援する観点から、厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了した場合に、その費用の一部を支給するものであります。厚生労働省としては、平成30年6月に取りまとめられた人づくり革命基本構想等の政府方針等を踏まえ、より早期の安定就職につなげるため、専門的、 実践的なな講座ほど給付率を高くなるよう制度設計しております具体的には、えー、費用の2割を支給する一般教育訓練給付のほか、支給割合が4割の、えー、特定一般教育訓練給付ですとか、あの最大です、ね、あの7割の支給割合となる、まあ、これ非常にあの時間もかかって、高度、専門的なんですけれども、専門、えー、実践、教育訓練、 もあの支援しております引き続き教育訓練給付制度が十分利用されその効果が発揮できるよう制度周知等に取り組んでまいりたいと考えております長谷さんはい、えー、ドイツではデジタル化が進展する第4次産業革命後の働き方を見据えて 失業保険から労働保険へとシフトを打ち出しているんですね。つまり、職業訓練など、失業してからではもう遅いんだと、だから事前予防の観点で、時代のニーズに合ったスキルを身につけてもらうために、いかに一人一人に訓練の機会を確保するかということをま重点に考えて、講座受講のための有給制度も取得できる制度が導入されています。 で調べてみたら、この休暇制度というのは、ドイツだけでなくてフランス、あるいはスウェーデン、ヨーロッパの各国で実施されてるんですね、え日本では検討などはどううでしょうか厚生労働省、富田大臣官房審議官。 お答え申し上げます教育訓練のための休暇制度でございますけれども、我が国におきましても、職業能力開発促進法におきまして、労働者が職業能力の開発及び向上を図ることができる機会を確保するために、事業主の配慮の例として、まずあの規定を置いております、それであの休暇制度を導入、適用した企業に対しましては、人材開発支援助成金というものがございまして、それによりまして経費等を助成をしております。 まあただ、このううような助成金があることをですねの周知して使っていただくことが重要でございますので、私どもとしましては、引き続きこれを周知し、この助成金を活用していただくことによって、教育訓練のための休暇導入を支援し、それで労働者の教育訓練のための機会を確保できるようにしてまいりたいと考えております長江さん。はいえー、ぜひ多くの企業がです、ね、知って使えるように、後押しをしていただきたいと思うんです。 まあヨーロッパの国々では、労働者が AI に置き換わっていくことへの危機感が強いです。ですから、AI にできないことをいかに働き手、そういう働き手を要請するかということで、つまり労働政策が失業対策とは別に一歩進んで、これからの成長をいかに底を上げしていくかという視点で練られているんですね。でその訓練の中身についても、ですが企業任せではなくて、国の戦略として決めています。 スウェーデンの高等訓練制度では政府と企業の労使が協力して人手が足りない職種や人材の需要が伸びる分野を見極めて訓練全体のメニューを決めていますで訓練期間は2年で最初の1年は大学とか専門学校で座学をやるんですけれども2年目は必ず現場に出ますで AI 企業で働いて実践的な力を養うように 産業界と行政と教育機関が連携して効果的な訓練を実現していますデンマークもプログラムは政、労、市の三者が連携して戦略的に策定をしています で私は今日はあのいろいろ質問させていただいて、すべて厚生労働省の皆さんにお答えいただいて、ありがとうございます、はい。なんで、自分でもちょっとあのショックなんですけれども、私はこれ、産業政策だと思って、えーあの、質問をいろいろさせていただいきたかったんですね。で、日本が、まあ、午前中も日本の凋落っていう言葉がありましたけれども、かつて世界のトップを誇っていたような技術があったのに、気がついてみたらいつの間にか滑り落ちていたというような現状が報告 されていますデジタル配線とか、あるいはワクチンの問題も、えー、とか、いろんなことがさまざま指摘をされています、そういった失敗を重ねないようにです、ね、欧米は加速しています、この人材づくり、この動きに遅れないように、職業訓練とかリカレント教育、経済政策としてもぜひ投資を進めるべきだと思うんですが、梶山経済産業大臣の あのこれまでも厚生労働省と連携しながら、経済産業省としても取り組んできているところでありますが、グリーンデジタルなどの今後の産業構造転換に伴う新たなニーズについて、きめ細かく把握することなど、これも連携しながら貢献をしてまいりたいと思っております。また、今後の産業構造の転換にあたって、例えばデジタル分野は今後求められる重要なスキルの一つであります。 経済産業省としても、IT、データ分野を中心に専門性や実践性の高い教育・訓練講座の普及に向けた第4次産業革命スキル習得講座認定制度の運用、すべての社会人が備えておくべき IT に関する基礎知識を習得するための IT パスポート試験の実施などを通じた学び直しの推進にも取り組んでいるところであります。あのこれまでデジタルルスキルを学ぶ機会がなかった人にも 新たな学習を始めるきっかけを得ていただけるように、誰でも無料でデジタルスキルを学べるオンライン講座、これ、6月2日時点で登録講座数は87ございます。初めての AI、AI ジェネラリスト基礎講座、サイバーセキュリティ入門、まあ、そういったものが87の講座がありますので、ぜひ、経産省のホームページ上でも、 公表しておりますのでこういったものもの利用いいたただきたいと思っております多分委員がおっしゃるのは、あとは働きながら学ぶ、その時の費用をどうするか、まあ、そういった国全体の仕組みということでもあるでしょう、多分そういったことも含めて、今後、リカレント教育、しっかりと考えていく必要があると思っております。あのこれからのまあ雇用政策、少し変わってくるというか、 あの企業の形態、まあ、構造転換によって、えー、政府もどういう政策を取っていくかということをしっかりと柔軟に考えてまいりたいと思っております永谷さん。はい、あのこのの労働政策っていうのは 経済産業省、それから厚生労働省、そして文部リカレント教育は文部科学省にもまたがるということで,で、政府はあの縦割りの弊害打破というのを打ち出しているので、なんか見合って進まなかったということがないように、ぜひ梶山大臣はリードを取っていただいて、そこをしっかり進めていただければと思っております。そしてもう一つですね、企業に対する IT 化のアンケートの結果を私、見ておりまして、気になるところがありました。 えー、経営者がデジタル投資に乗り気にならない理由として、ですねどう活用していいかがわからないっていうお答えが、意外に多いんですね、つまり、えーまああの、人手でやってたところを IT 化して、えー、業務の効率化、経費削減っていうのはわかるけれども。 だけれども、成長にどう活用できるのかが分からないと、つまり投資に見合う理が出利益が出せるのかどうかが分からないという答えなんですね、それを見ててつくづく思ったんですけど、中小企業のこれからを考える上では、やっぱり経営者の学びをどう進めるかというのは大きな課題だと思います。 このデジタルの問題、あるいはの財務ファイナンスの問題、企業統治の問題、学ぶことは多いはずなんですよね。ですから、経済産業省として、どのようにこの経営者の学びの場を作っていくのかという問題について、方針を教えてください。梶山大臣 あの人材教育、経営者自身もこうした変化に対応するために、まあ、必要な知識や手法を学んで、経営能力を向上させることが重要であると考えております。IT 化が進まない一つの理由として、やはり経営者の理解というものもあることも事実であります。あの独立行政法人中小企業基盤整備機構では、全国9か所に中小企業大学校を設置し、 中小企業の経営者等を対象に経営課題を見出して解決する力を習得するためのプログラムをオンラインも活用しながら提供しているところであります。このプログラムは年間約2万人、これまでに約69万人が参加をしております。プログラムに参加した経営者同士が終了後も 自主的にネットワークを形成し、互いに自己研算を行うなど、学びの場作りにつながっていると承知をしております、あと先ほど申しましたように、えー、計算省として、えー、87のおオンラインの講座を設けておりますので、こういったことも通じて、経営者の学習っていうものも、教育ということ,ことにも役立ててまい、えー、りたいと思っております。 あの経営者がしっかりとやはり IT の活用というものを取り入れていく、そして危機器を入れただけではなくて、やっぱり業務分析、どうすれば自分たちの業務が改善できるか、そして他業種との、また異業種との連携というもので、新たなサービスとかものができるかどうかということも含めて、これからの課題になってまいりますとまる,まると思っておりますので、しっかりと対応してまいりたいと思っております。長 あの中小企業大学私もよく存じ上げてるんですけれども教科書ってまだまだ少ないしやっぱり学習ってちょっと手伸ばしてすぐ手が届くようなところにないとなかなか人は学ぶ気にならないっていうのがありますのでいかに機会を多く確保していくことだと思うのでやっぱり大学とか 専門学校は各地にたくさんあります、そことの連携も大事かなと思ってます。三重大学で新大学院っていうのを作って、そこで一緒に地域のイノベーション学科研究科っていうのを作りまして。で 目標は社長100人を博士にしようということを掲げて、実際、いい取り組みをやってらっしゃる,にもするので、ぜひそういったところとの連携、これまたあの縦割り弊害で文科省といかに協力してやるかということにもなろうかと思いますが、ぜひ、急がば回れじゃないですけれども、やっぱりあの基本的なそ,こをそういった学びの場作りですとか、それを確保するということは大事なことだと思いますので、なお屋市う、力を入れていただきたいと、お願いをして質問を終わります。ありがとうございました 9。新た